皆さんこんこにちは東京カレッジのオンラインイベントにようこそお越しくださいました。私は東京カレッジ長の羽田正ですえ。東京カレッジはあの国内外の優れた研究者、知識人に集まっていただいて、東京大学の教職員、学生たちとともに分野を超えたあ共同研究を行ってえ、地球と人類社会の未来に貢献するような新しい地を生み出すためにえ作られた、 え場ですでこうして生まれた地を社会と共有するための新しい仕掛けでもあります。2019年に設立したされたばかりの新しい組織ですので、機、え、動、ー、的にになことと挑戦してていいいきたいと考えています特に学生や一般社会の皆さんと知識を双方向で共有するということにはあ重点を置いて活動していきたいというふうに考えています。 今実はこのあとで司会を担当する助教の釈藤詩織さんから今回の企画についての説明をいただきぜひ斉藤光平さんと話をしてみたいと希望がありました7月ぐらいだったと思いますけれどもその時に「彼のことをご存じなんですか?」って聞きましたら全然知りませんというふうにおっしゃるので。 いやそれはちょっと難しいんじゃないですか、とても忙しい方だからというふうに申し上げ、でもまあ頼むだけ頼んでみたらどうでしょうというふうに答え,答えした本当にすぐ後に OK をもらいましたというまた返信をいただきました。で、えー、ちょっと驚きました、まあ、行動力が本当にすごいなと思って、まあ、若い人たちの行動力に驚いたんですけれども、同時にこのような無謀とも思えるようなリクエストに直ちにお答えくださった斎藤浩平先生にも御礼を申し上げたいと思います。 今日のテーマである人申請の資本論の著者、この本でありますけれども、この本の著者である斉藤光栄先生は、ベルリン自由大学哲学科の修士を経て、同じベルリンのフンボルト大学の博士課程を2015年に修了されています。そして2017年から大阪一律大学の経済学研究科の准教授を務めます。経済思想、社会思想がご専門だと。 伺っておりまますすけれども、ま、だ30代半ばの若い研究者です今日はちょうど年齢的に同世代の東京カレッジの研究者たち6人今のところ5人しかまだ入っておりませんけれども6人と6人がこの話題の本を読んで感じたことそれから疑問に思ったことなどを率直にお尋ねして先生にしてぶつけてそしてさまざまな点について自由な意見交換を行うということになっています。 若い人たちの間での議論が果たしてどんな展開になるのか大変楽しみです私も皆様と一緒に拝聴させていただきたいというふうに考えておりますであ、ちょうどあの一人遅れた人が入っておりましたこの六人揃いましたねで、それではこの後の進行は司会の尺田志郎さんにお願いします尺田さんよろしくお願いしますありがとうございますそれではまずスライドを共有させていただきます 本日の進行役を務めます東京カレッジ特任助教の釈藤しおりと申します東京カレッジでは先月1ヶ月間にわたり人申請の資本論の読書会を行ってきました本日は様々な分野を専門とする東京カレッジの若手研究員6名が読書会で出された感想・質問などを直接斉藤先生にお聞きしたいと思っています 質問は3つのテーマに分けて行います。まず、本の分析方法、論点についてお尋ねした後、人申請の資本論の具体的な実現の方法について先生にお尋ねします。その後、これからの大学、私たち研究者の役割について、斎藤先生のご意見をお聞きする予定です。なお、各テーマの質問ごとに、 視聴者の皆様のご質問、ご意見も交えた中間ディスカッションを行いますので、ぜひ画面の Q&A ボタンからご質問をお書きください。時間に限りがありますため、すべての質問にお答えすることができないことをあらかじめご理解いただけましたら幸いです。また、イベント中に皆様からいただいた質問のいくつかを、イベントの最後の質疑応答セッションで斉藤先生にお尋ねする予定です。 皆様からのご質問をお待ちしております。それでは、東京カレッジ若手研究者からの質問を始めます。まず最初は分析方法、論点についてです。全部で5つの質問を行います。それでは、まず最初に、ヤゼム・ブスキ先生、お願いしますシャット先生ありがとうございます。 あの、始めまして、あの、東京カレッジの特任助教、ヤゼンスキー・マルチンとですあ。とても興味深い書籍を読みさせていただいてありがとうございます。このウェビナーに参加にいただいてもあ、とても光栄です。あ早速ですか あ、すいませんあの、少し自分の研究についてちょっとご紹介したいと思いますが、あの主にあの環境科学、サステイナビリティ学を専門としていて、あの住民参加型森林管理のレジリエンスと、サブサハラアフリカの,あの産業作物拡大によるレジリエンス、さらにこれ以下と、色象に注目してあの研究をしております。 それで、あの、早速ですが、あの、ちょっと質問に進めたいと思います。あの、母国ポーランドは、あの、社会主義40年の経験があります。その間、国民の自由が奪われたと思う人も少なくはありません。私の親もそうですし、自由の定義は誰がするのでしょうか。良い自由、悪い自由という、 えー、意味付けもあの一定の価値観に基づいておこおこおわれます。誰の、えー、価値観が採用されるのでしょうか。お願いします。はい。どうもありがとうございます。えっ、ー、とまあちょっと簡単に自己紹介していくと斉藤です。本当に今日は、えー、お呼びいただいてありがとうございます。皆さんとディスカッションあのするのを楽しみにしてきました。で。 今早速非常にあの本質的な質問があの来たんですけれども、まあ、確かにその社会主義の歴史を考えると、まあ、あの社会主義が自由の国だったっていうふうに考える人はまあほとんどいないでしょうし私も全くそのように考えていませんでじゃあどういう社会が自由かっていうのは結局多分スターリン主義が自由ではなかったのは まあやっぱりマルクス主義とかスターリン主義っていうものがこれがいい自由だっていうのを押し付けちゃったからなわけですよね。でやっぱり自分たちでこう自由を決められるというのが、えー、必ず必要になってくるわけですけれども今のでも社会がじゃあみんな自由かっていうと、まあ、少なくとも私は自由ではないところもたくさんあると思うんですね。私たちには働かないという自由はありませんし。 えー、特定のこの資本主義のもとで生きていくためにはもう本当にこう日々のルールでとかですね、えー、決まり事っていうものを押し付けられて生きているそれは別にスターリンみたいな人が押し付けてくるわけではないんだけれど、えー、資本主義のですねそのシステムが押し付けてくる、えー、不自由とかがあるでこれはマルクスは物証化レイフィケーションっていうふうに 呼んんででいたんですけれどもまさに物が人間を支配商品とか貨幣が人間を支配するようになってしまう社会っていうのは資本主義に特徴的なわけですけれどもそれは全く自由ではないそうじゃない社会があるんじゃないかっていうことを考えようとしていたわけです。 でその際にじゃあ具体的にどういう自由が自由なのかっていうのは確かにすごい難しくて、まあ、私が言ういい自由っていうのも他の人から見たらそんなのは全然いい自由,自由じゃないっていうふうに言われてしまうので、まあ、マルクスは少し違うアプローチをしていてマルクスはですねあの必然の国と自由の国 w i l l of necessity と w i l l of freedom っていうのを2つ区別していてで必然の国っていうのは まあ人間が生きていく上で必ず満たさないといけないような欲求食べ物とか、えー、家を作ったり教育をしたりとか、まあ、そういう領域があってそこはこうどのような社会においても必ずやらなきゃいけないっていうふうに考えてたんですね。で実はマルクスが言ってるのはそういうのは確かに技術が発展していけばいろんなものを私たちは 機械で作ることができるようになるし、まあ、AI とかロボットが全部やってくれるようになるかもしれないけれど、まあ、そこがいくらあの効率的に満たされるようになっても私たちは依然として必然の国にいるんだってうふうに言ってるんですねじゃあ自由の国っていうのはその先に広がっている、えー、そこのそこではまあ人間っていうのがその直接的なこう生物的動物的な欲求から 解放されてもっと自分の好きなこ,と、まあ、この好きなこと何にするのかでまあそこら辺は確かに難しくなってくるんですけども、まあ、スポーツであるとか恋愛であるとか何かこういろんな人間らしい活動の領域、まあ、政治とかボランティアとか、まあ、今日のテーマになってくるような顧問を作るとかそういうこともその自由の国に入ってくるのかなというふうに思うんですけれどそうした領域が、えー、自由の国なんだ。だけれど 資本主義のもとではみんなが必死に働かされてどん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 いくら技術が発展しても私たちは相変わらず何十時間も働いていてポーランドから来られると日本人どう考えても働きすぎだろうと思うと思うんですけれど私たちはいくら技術が発展しても必然の国にとらわれ続けているだからまあ労働時間を短縮していくことがこの自由の国を作っていくための根本条件であるっていうふうにマルクスは言った。 そこでじゃあでも人間が本当に何をすべきかっていうのは当然そこでみんなで暇になったからって言ってみんなでなんかこう環境に悪い活動しては僕はいけないと思うので規制をかけて環境がいい活動にしていかなければいけないと思うんですけれどまあそこが何なのかっていうのはまあ多分マルクスももっと民主的な方法で決めなければいけないというふうに考えていたんではないかなというふうに思います。 佐藤さん、ありがとうございますいい今日す初,め初めて会ったなんかほ他の研究者の方たちとすごい議論するのなんか不思議な感じです、ね、<laughs> バーチャルだと特に不思議な感じですよねあのこの第1ラウンドでこう質問を通してこう皆さんもちょっとアイスブレーカー的なことができたらいいなというふうに思ってますそれでは次の質問にえっと進ませていただきます 細川さん、お願いします。はい、ありがとうございます、えー。東京カレッジのポストドクトラルフェローのホスト川直子と申します。本日はどうもありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ええー、私は研究分野が言語学なんですけれども、特に社会言語学を、あの。 専門としていますその中であの言語とアイデンティティについての結びつきに大変興味を持っていまして、えー、そういう意味で、えー、過去あのバルセロナだったりカタルーニャの,あの各地域を訪ねたり研究者の方と話したりする機会が多かったんですけれどもそれに関して 1あの一つ質問をしたいと思っておりましてあの成功例としてバルセロナの例があの先生の本の中で上がっていたかと思うんですけれども大変興味深く読ませていただきました、えー、ただバルセロナというのは、まあ、カタローニャ全体ですけれどもあの歴史的文化的に大変特殊な例でもあるかと思いましたというのもやはりあのすごく地域的なつながりが強いんですけれどもあのその地域的なあの結びつきというのは あのまあ、スペインという政府だったりとかあとカ,タルあカスティリア語の,あのコミュニティだったりとかそういう対象物に対しての結びつきという形であのアイデンティティがすごく強くあの結びつきがすごく強くあの結束されている地域なんじゃないかというふうに感じました、えー、なのでこのような地域の共同体ができやすいという地域性というのはかなりあったかと思います。このような 例が世界中で共有できることができるのかというのが少し疑問に思ったことでした。えー、なのであのみんなが思うあの顧問が必要だということはあの共有されることなのかあのそういうことについてちょっと文化的なあの多様性ということであのお伺いしたいと思いました。よろしくお願いします。はいありがとうございます。確かにそのカタルーニャのね独立運動がずっとあるところなのでまあ。 そのバルセロナっていう地域の特殊性が、まあ、こう私があの書いたです、ね、最終章の、えー、いろんなそのミニシパリズムと呼ばれるこう EU なんかに地域の人たちが挑んでいく試みの、えー、強力なバックグラウンドになっているっていうのはあの否定できない事実だと思います。でただ他方であの逆に日本を見ると 本当にそういうコミュニティがやっぱり一切なくなっているというか、まあ、特に都市部がそうですけれど、まあ、そうしたこう共同性っていうものがこれほど失われてしまっている社会というのも珍しいと思うんですね。それはあのアメリカ資本主義のまあ最も極端な形と言われてきたアメリカに行ってもやっぱり実は地域地域にいろいろなチャーチ、まあ、教会を中心としたコミュニティがあったりだとか。 まあ、いろいろなこう社会団体とか NGO とかボランティアの人たちがいてその地域地域のコミュニティとか結束っていうのは結構あるんですよね。でそれはまあヨーロッパの他の町なんかもあのそうだと思うんですけれど逆にそう考えるとあの日本というのは本当に子がバラバラになって後向かしてしまった、えー、極端な事例ではないかなというふうな気がしていて。で今 このコロナ禍で私たち今、イベントもオンラインでやっていますけれども、そうした大きな危機がやってきたときに、やはり隣に誰が住んでいるかもわからないし、何か熱が出て助けてほしくても、誰も頼りになる人が近くにいないというような社会の在り方っていうのは、極めて脆弱ですし、非常に危ないわけですね。 で本来であればまあ日本も地震なんかを通じてそういうコミュニティの大切さっていうのはこう繰り返しあの思いを起こさせられるわけですけれどもあの結局なかなかそれができてこなかったでその背景にあるのが私はやはりまあ資本主義という社会がどん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 ありとあらゆる領域に入っていくことでまあ資本主義っていうのはマルクスの考えをすごいざっくり言えば やっぱりもともとあった共同体とか共同性コミュニティを破壊していってその人と人のつながりっていうのを、まあ、商品と商品の関係に置き換えていっちゃう、まあ、要するに貨幣で物をやり取りして付き合いがない人でも一回きりのお金を払って、まあ、それでさよならという関係で置き換えていってしまったそれがここまで進んでしまうと逆に非常に。 レジリエンスのない、えー、コミュニティとか社会が出来上がってしまったんではないか。でそう考えると、まあ、なんていうんですかね、まあ、バルセロナみたいなモデルがもちろんいきなりは、えー、できないし、まあ、私たちは今、そういう新しいコミュニティを作ろうとする場合には、おそらくもうちょっと別の方法を考えなければいけないし、まあ、その具体的な方法が、まあ、実はちょっといろんな事例も最近は日本でも、あのー 集めたりはしてるんですけれどもちょっと今,、まあ、今時間の関係もあるのでまだそれはどこか後で時間があれば触れたいですけれどあのまずこの本で訴えかけたかった点の一つとしていや実はやっぱりこの今の社会のあり方は異常だということが気がつかなければいけないすべ、えー、てを顧問にするっていうのはもちろん不可能だしそんな必要もないんだけれども少なくとももっと まあ、ちょっと中央っぽい話になっちゃったあんまりラディカルじゃない好きじゃないんですけど <laughs> こバランスとして、えー、顧問を増やしていくという方向自体はおそらく、まあ、ここにも書かれてますけど皆が必要だと思うし、えー、実際これほど、えー、極端なアトム化が進んでいる社会であればむしろもっとですね、えー、増やしていこうというふうに人々が感じることも 実際可能だし作っていくことも十分可能なんではないかそれが水道になるのか電気になるのか、えー、まあただ地域電力とかあるいはもっとこう地域の農,農場みたいなものとか林業になるのかいろんな形があると思うんですけれどあのそうしたどこで何を私たちがやっぱり顧問にしていくのかっていう議論を市民がえできるだけ早く始めていくそういう,こう時期に やっぱりコロナ禍の経済の復興とかコミュニティの再興っていうものをそういう問題を議論するチャンスにしていかないとこれから気候変動でまさにまあ日本は地震ももちろんありますけれどこの間は東京でありましたけどあの気候変動でもっと災害がたくさん起きるようになってくるような時代というのがすぐそこまで迫ってきているのでこの10年ぐらいでそうした新自由主義的なやり方から 別のやり方に、古文的なやり方に舵を切っていく、そういう選択をする人たちが出てくることをあの強く願っていてそ、とりあえずそんな感じです。ありがとうございました結構、時間があれですね、すぐだらだら喋っちゃうんで <laughs> こう、後ろが詰まっちゃいますね。<laughs> ありがとうございます。すごくあの面白い議論で、あとで中間議論でももっとこう深めていけたらいいなというふうに思っています。それでは次の質問に進みます。ダルバグドートさん、お願いします。はい、こんにちは。特任研究員の花ダルバグドートと申しますあの。改めて申しますけれども、本日はありがとうございました。ああの斉藤先生の,あの人申請の資本を大変興味深く読ませていただきました。 あの研究対象なんですけれども私は社会言語学者であのメディアにおける言語の使用実態とあの人物像がどのようにあのあのどのような関連関連性があるのかという問いを追求しておりますあのまず私からの最初の質問なんですけれどもあのコミュニズムという言葉としての使い方についてお聞きしたいと思います 人信世の資本論ではどんな理由で共産主義ではなくカタカナのコミュニズムを使うことにしましたが意味はどのようにあ異なると思われますかあはい、これも結構よくあの聞かれるんですけれどあのもちろん意図的に、えー、カタカナを使っています。えー、なぜかというと、まあ、共産主義というふうに言うと日本では、えー、どうしてもソ連。 とか、えー、スターリン主義とか、えー、あるいはまあもっと身近な例で共産党とか、えー、そうするとまあ例えば中国とか日本の共産党もありますけどもういわゆるそのこれまでのどうしてもマルクス主義とかそれにこう付随それにくっついてくるいろんなイメージが、えー、ついてきちゃうんですね。で まあ残念ながらというか、まあ、そうしたイメージっていうのはしばしば非常にネガティブなもので、えー、こうまた同じような古いことを繰り返しているのかというふうに思われてしまうので、私としてはそうではなくて、マルクスのまあ新しいこう資料、メガの資料なんかを使いながら、またその僕自身はソ連を知らない世代なので、そういう若い世代が、 今の資本主義の危機であったり、えー、気候変動の問題なんかを前にして、新しいこうポストキャピタリズムのビジョンを出したいという思いがあったので、まあ、ちょっとそれとは違う、まあ、共産主義とは違うんですよっていうのをこう言うために、コミュニズムっていうふうにカタカナを使ったとっいうのが一つですね。でもう一個あの重要なのがそのやっぱり コ,コミュニズムの元の言葉にはやっぱりコミュニティであるとか、えー、まあコモンであるとかそういう言葉とやっぱりこう重なってる言葉っていう意味がもちろんあるわけですよね。でところがそれを日本語にしちゃうと、まあ、コミュニティってまあ共同体とかまあコミュニティそのまま言ったりとかえしますしこうやっぱりこのつながりが薄まってしまう。そしてまあ特に私の本ではコモンっていう概念を そのプライベートオーナーシップとも、ステートオーナーシップとも違う,、まあ、こう、新しい形の富の管理の仕方として、コモンっていうふうに言ってるわけですけど、そのコモンに基づいた社会がコモン、コモン型社会、コモニズム、日本語だと入っているの、はコモニズムみたいなものとしての、えー、私はコミュニズムを 言いたたかったんですよねだからまあそれあたりをこうちょっと少し言葉、言葉遊びではないですけど、その言葉の関連性、コモンとコミュニズム、コモンとマルクスのポストキャピタリズムっていうのは結びついてるんだよっていうことをまあ言うために、えー、このカタカナでコミュニズムという言葉を、ね、使ったというのがまあ2点目の理由で、まあ、その2つの理由をあのとりあえずこのご質問へのお答えとしたいと思います。 な,なるほど、ありがとうございました。ありがとうございました。コモニズム、いい言葉ですね。それでは次にいきます <laughs>、えっと。これで最後の、えーっと、このカテゴリーでの最後の質問になります。でさんお願いしますあすみません、もう一つ、すみません、一つ飛ばしていました。寺田さん、まず最初にお願いします。<laughs> ありがとうございます。斉藤先生、今日はあのあの素晴らしい機会でありがとうございました。えーとですねえー、と私は、えー、と東京カレッジの、えー、特任研究員を務めさせていただいております、寺田由紀と申します。 えっと、自分は、えー、政治と文化や芸術の交差点として、ま、のミュージアムというものにすごく興味を持っていましてでさらにあの西洋に偏らない視点で、ま、ミュージアムの歴史を見たいなという点から、ま、イランを事例に、えー、考察を続けていますであのま。ミュージアムの研究とかをしているとやはり人類共通の財産についてだったりとかあと共同体を作るための、ま、施設だったり 概念だったりということを考えることがよくありますので、あのこのコモンという考え方もすごく刺激的で面白いなと思いながら読ませていただきました。であのもう時間もしてしまうと思いますので、早速あの質問をさせていただきたいんですけれども、私の質問は、えっと、データをどういうふうに用いるかということに関するものですであの。この質問をさせていただきたい背景にはです、ね、やっぱりあの今文。 理系,理系に分けない分離融合の研究だったり教育っていうのの重要性があのさらにあの高まってきてると思いますしでそういった時きに今私自身は、まあ、従来では一応文系と呼ばれてきているあのあの枠組みに自分はいるというふうに思ってるんですけどもそういう研究者が今後その理系の方にも目を向けてデータを扱っていくときに何かこう説得的にそれを用いるため でさらには、説得的ではあるけれども、恣意的にならないようなあの利用をしていくときに何かえ注意点など、もしあの先生があのご自身で留意されて、執筆されたなどがありましたら、ぜひお聞かせください。はい、ありがとうございます。そうですね、私自身も専門は、えー、マルクスの、えー、しかもです、ね、そのマルクスのノートを勉強するような。 専門なのでまあ文系か理系かといえば非常に文系に近いような研究をしていました。でただまあそのマルクスの扱っているノートの内容が自然科学のノートだったんですね。その農芸科学アグリカルチャルケミストリーとか植物学とかま脂、あ、質学とかそういうようなノートを扱っていたのでまあ そのまあ、完全にあの、まあ、とはいえ19世紀の科学なので今の科学とは全然またあのレベルが違うわけですけれども、まあ、そういうものにこう触れる機会はずっとありましたただまあ今回の「の人申請の資本論」ではそのやっぱり前回の本を書いた時にですねマルクスの,そのノートを分析してそのマルクスの中にエコロジーとかそういう環境思想みたいなものがあるのがあの分かったけど そう、so、みたたいな感じのリアクションがあったんですねだから何みたいな。<laughs> それは別にあの、あなたはマルクス主義者だから、なんかエコロジーを見つけて喜んでいるけれど、私は別にマルクス主義者じゃないから、別にだから何なのみたいなリアクションがあったんですね。ただ、私はそれは全然やりたかったことと違って、むしろそのマルクスがエコロジーを持っていたことが、現代のやっぱり資本主義の 矛盾としてこうした気候変動みたいな問題を引き起こしていることにやっぱりこう有用な視点を与えてくれるんじゃないかっていうふうに考えていたわけです。でただその時には当然マルクスが全然知らなかったような気候変動しかもそれがこれほど深刻になっているっていうような状況はマルクスをいくら読んでもですね出てこないのでマルクスの使っていた分析の方法とか資本主義の この理解みたいなものと現代の置かれている状況っていうのを、まあ、どちらもこう勉強することでむしろそのマルクス的な視点から気候変動なんかを分析できるようになると。でもその際にはおっしゃる通りあり現代の気候変動なんかの科学的なデータを、えー、しっかりと勉強しなければいけなかったわけです。 ただ、その際に僕は別もちろん CO2 の濃度がどうなるとどういうふうに地球の温度に反映されるのかとかそういうことを自分であの測ったりとかえそういうことはできないわけですね。もちろんそれは専門ではないので。ただあの気候変動なんかに関して言うと割とその基本的なえこう結論っていうのはもう割と科学者の間では。 コンセンサスも出ているしさまざまなこう気候変動についてのこう研究がまとめられた日本語や英語で書かれている、まあ、文献っていうのが信頼できる科学者たちが、えー、一般向けにもですね向けて書いているようなものが、えー、結構たくさんある分野ですね、まあ、やっぱり重要であるがゆえにでそういうところで、まあ、しっかりと使われているものを、えー 割と使う十分自分が内容としても理解できるものを使うようにしています。で、まあ、それは大体1章とかだからそういう感じなんですけれども、まあ、2章になると、まあ、もう少しこう経済学寄りな話でこうデカップリングがどれぐらいできるのかっていう話ですね。まあ、GDP とマテリアルフットプリントとかエコロジカルフットプリントのこうデカップリングを。 実際できるのかできないのかみたいな研究については、えー、割とその例えばグリーン・ニュー・ディールみたいなこう経済成長グリーン・キャピタリズムみたいなものに対して批判的なあの研究者たちの論文を、まあ、読むことがこの間割と多かったので何て言うのかなもちろんそれ自体はちゃんとしたジャーナルの、えー、議論をベースにして書いていますけれども 当然そこには未来予測みたいなものが入ってくるので、もちろんものすごい技術革新が起きる可能性もゼロではないわけですから、当然、議論の余地があることは私自身も認識していますし、そうした議論っていうのはまあ今後も続けていかなければいけないし、技術なんかのこういろんなアップデートもあるので、 えー、そういう意味ではこの内容も絶えずやっぱり最新の研究に合わせてアップデートしていくという態度を持ち続けることが重要かなというふうに思っており一応心には、えー、刻んでおりますありがとうございましたそれではこのカテゴリーで最後の質問に移りたいと思います テレギナさん、お願いします。はい、こんにちは。東京カリッジムポストドックのテレギナ・マリアです。今日参加させていただいてありがとうございます。研究分野は認知言語学と日本語学ですで。現代日本語における時間、空間、感情、家族などの概念を研究しております。で今日もお聞きしたいのは人の言葉に関わる質問です。 斉藤先生の本は理論的な観点から深刻な社会変化の自由性について語っています。一方で人々の言葉ソ連や中国の制度を経験した人あるいは気候危機の解決策として脱成長コミュニズムが提案された社会のメンバーの言葉がありません。 将来的に理論と人々の意見や経験をつなぐ研究や論文の予定はありますかはい、ありがとうございます。これはやっぱりね、マルクス主義の、まあ、いいところでもあり、悪いところでもあるなぁとずっと思っていますね。やっぱマルクス主義って、やっぱりその人間の意識をこう規定する。 システム。このシステムを重視する学問なんですよね。だからこのシステムがどうなっているか。えー、だからその人間一人一人個人の、えー、思いとか意識とか行動と、ある種こう独立、まあ独立はしてないんだけど、その、それをこう、規定、規定っていう言葉、日本語難しいんで、ちょっと今あんまり使いたくないんですけど、その、こう、システムの側を分析する、 学問で私自身もそうしたあのアプローチの影響を強く受けているのであのよくだから批判としてあるのがいやそんなんに言っても人間の、えー、欲とかがあるからそんなあなたの言うコミュニズムみたいなものは絶対実現しませんとかその人間のこのいろんな感情とかそういうものはやっぱり出てこないじゃないかみたいな。あの コメントととかか質問とかっていうのはあるんですねで確かにそれはあのマル、まあ、クス主義ってあんまりうまく扱えないものなのかなっていうふうに僕は感じています。で逆にそれをもっと入れ込んだ方があの立体的になることも確かにあると思うしもっと具体的になったりするんだと思うんですけど他方でやっぱりその。 それさえも超えているようなこの大枠っていうものを、まあ、ひとまず分析少なくともこれまで私はしてきたっていうのがあのそういう状況ですねだから確かにそこにはここで書かれているような個人ですね気候変動の中で苦しんでいる人とか、えー、いろんなその脱成長コミュニいろんなミニシパリズムに関わっている人の言葉とかは出てこない。 ですけれどあのただ私自身それは個人としてそういう問題にもちろん興味がないわけじゃなくてこれは第3のパートの議論にも関わることなんですけれど私自身はどっちかっていうとむしろその今社会で困っている人とかこの気候変動の影響を受けている人とかそういう人たちに対して強いあの関心を とか、まあ、何か自分も、えー、そういう人たちと連帯したいっていう気持ちがあって、あのー、研究をしているので、まあ、そうした人たちにすごい、あのー、もっとこうそういう人たちからも学びたいっていう気持ちはあるんですね。で最近だから私が、あのー、取り組んでいる、あのー、活動というかあれの一つにあの毎日新聞っていう日本の 新聞で、連載をしてるんですね月に1回でその連載ではいろんなこう現場に行って、まあ、先月はあの水俣、熊本の水俣に行って、水俣病の患者の,あの人とかに話を聞いたりとかもしたりとか、その今水俣でどういう新しいコミュニティを作るための取り組みが行われているかとか、そういうことをあの実際に現地で。 話を聞いたりしたんですけれども、まあ、それをこう一応文章にして、ルポっていうのかな、書く仕事は意識的にしています。もっとその具体的にじゃあ、モンをどうやって作っていくのかとか、今どういう問題があるのかっていうのをもっと積極的に学びたいなと思っているので、ただそれをあの、まあ、新聞とかであの書くことは今のところしているんですけれど、 研究とか論文っていうふうになるとまたもう少しそのちょっとレベルがまた違うというかそれをじゃあどういうメソッドとか方法で分析するのかとかいろんなこう問題も出てくるので今はまだそれを研究というようなところにまではいってはいないんですけれどまたちょっと研究ではないような仕方まあエッセイであったり ルポタージュであったりとか、まあ、そういう形で、えー、できたらいいなというふうに、とりあえず今は考えていますし、まあ、場合によっては共同研究みたいな形でできたら、それがいいのかもしれないなとは、ちょっと今、この質問をいただいて、ふと思いました。ありがとうございます ありがとうございます。ここで一旦、えっと、共有画面をやめて、少し中間ディスカッションをしたいと思います。それで中間ディスカッションに入る前に、今いただいている質問が一つあるので、それがこの今回の、えっと、先ほどの議論に少し関連あるのかなと思うので、今から読み上げさせていただきます。東大の2年生の松田さんからの質問です。松田さん、ありがとうございます。 質問は人間はこう周りの人と比べることでこう自分を評価する、例えばもっと稼ごう、もっと幸せになろうというふうにしがちですが、こうしたこう人間の再化を図る傾向というのは脱成長と根本的に相性が悪いものと考えられます。でそこで斉藤先生のご質問なのですが、2つあります。1つは、そもそもこうい,こういった再化を図る傾向というのが存在するのか。そして2つ目が、 もし存在するのであれば、どのようにしてその傾向を乗り越えて、脱成長コミュニズムを実現できるのか、いかがでしょうか。うん、はいはい。えっ、ー、と、まず端的に答えれば、そういう再下を図る傾向は存在すると思います。で、ただ2番目に関して言えば、存在するけれども、別にそれを乗り越える必要は ないと思うんですね別に脱成長コミュニズムはそうした最化の傾向を否定するものではないということをまずはっきりさせておきたいと思います。つまりコミュニズムっていうとどうしてもみんな同じみたいなこういうコンフォーミティとかユニフォーミニズムみたいなそういうイメージがあるので2番の質問が出てくると思うんですけど私はむしろ別に差異があっていいしといかそれ当たり前なんで私人間にとって差異を望むことも別に 自然なことだと思うので、そうしたものを抑圧する必要はないというふうに思っています。ただし、今の社会では、まさにこの質問の途中の方で、最下がなぜかより稼ごうと、お金をもっと稼ごうとか、そしてそのお金を使って他人が持っていないようなものを買おうという形、豪華な暮らしをしようという形の最下をすることが、 最下になっっててしまってこれがまさにそのお勉強されている消費社会の話なわけですね。例えばフェラーリを買おう。なぜフェラーリに価値があるかといえばみんなが持ってないからなんです。もしフェラーリがスズキの軽自動車みたいにそこら辺にたくさんあったら誰もフェラーリにわざわざ何千万円も払わないわけですよね。それがただ愚かなことであってあの私たちはもっと自分たちが他人と違うっていうことをお金じゃないことによって たくさんんるることができるんじゃないか逆に今の社会はお金お金で再化しようとすることであるいはそのお金を使って何か買うことで、えー、再化を図ることで基本的にむしろみんな同じになっていってるんじゃないんですかっていうことですねこれはまあフランクフルト学科とかが批判してることですけどなので、えー、むしろお金での再化っていうのが難しくなるような社会をコミュニズムは目指します。 ただ、他方でそれによってお金以外のところで人間のさまざまな能力による再化を促進していきます。で、このただ能力がみんな違って当たり前なんです、す人はあの、ね、いろんな才能がある。だけどその能力が必ずしも今の社会みたいに貧富の格差になる必要はなくて、まさにか,かくつてマルクスが豪太公領批判の中で、かつ、各人はその 能力に応じて与え、各人はその必要に応じて受け取るっていう、そういう社会を別に実現することはできるんじゃないか。このあの発言もまさに歳を前提としてわ各人の能力が違うから、みんなそれぞれに貢献をすればいいし、人々の必要とするものも違うんだから、それぞれに受け取ればいい。だけど、それが不平等になる必要はないんだよ。なんかそういうい社会をあの 作れるんじゃないかということを私たちは考える必要があるということですねご回答ありがとうございました松田さんもすごく質問ありがとうございましたパネリストの方でどうでしょうか皆さん斉藤先生のお答えを聞いていてもう少し聞いてみたいと思ったことなどありますか 斉藤先生ももしいやでもその細川さんがおっしゃったやっぱりそうですに無理ですかね顧問のみんなで作るのは無理ですか？えいろいろなまあ、無理かどうかはあのわからないんですがいろいろな文化とかいろいろな考え方とかあの歴史的背景とか政治的背景も違うと思うのであのその中で。 同じゴールとしてのコモンという考え方をみんながあの共有したとしてもそれに対する具体的なイメージというのを共有するのが難しいこともあるのかなというふうに少し思いました。それについてはどうでしょうかいや確かにそうですね。だからコモンってすごい曖昧ってコモンって結局何なんですかってたまに聞かれるんですよね。で それはあの曖昧であらざるを得ないというか、ものによって共同で管理する仕方も違うし、例えば水道を共同で管理する方法と、教育を共同で管理すること全然違うし、教育をみんなで管理するにしたって、確かにポーランドも日本も中国もアメリカも多分全然違う方法になるので、 ただまあ、ひとまず言えるのは、まあ、宇澤さんの,あの社会的共通資本じゃないですけれど、やっぱりそうしたものを何でも市場に任せてはいけないし、もっと別の管理の仕方がある。で、その管理の仕方は、細川先生おっしゃるように、まあ、いろんなやり方が出てくるんだろうな。ただまあ、今の日本では、それが思い描くことすらも、 極めててて困難になっっしまいいるというのがこの危機の時代には不幸なことであって、まあ、そうした思い描くこともできないという状況をバルセロナなんかの事例はいきなりは真似できないんだけれどあの想像力を広げてくれるというあの役割はあるのかなというふうにあの感じています。 ありがとうございます。あの事例のことが出たのですが次の実は次の質問のカテゴリーがコ顧,顧問の共同体の具体的な実現方法についてなのでもしよかったらその次のカテゴリーの質問に今から進ませていただきあ進,む進,、ま、進もうと思います。<laughs> 少々お待ちください私結構ひたすら質問に答える結構ヘビーな回ですね。<laughs> そうですね。<laughs> 1時間ほど。<laughs> すごいノックみたいな。 ただ、もし途中で私たちにも質問があればどんどんしてくださったら私たちも喜んでお答えします。<laughs> 答えるのに必死で質問がちょっと今バットを浮かばないんですけど、わかりました。あの視聴者の皆さんもどんどんご質問をあの書いていただければ、あの斉藤先生にまたさらに <laughs> 質問することになりますが、僕が期待なので。<laughs> 質問お待ちしてます。それでは共有スクリーンに戻ります。 はい、次は、えー、と人申請の資本論の具体的な実現方法についてです。このカテゴリーの下では全部で3つの質問を行います。まず最初に、ダール・バクドットさん、お願いします。はい、あの今の質問はあの、さっきの細川先生の,あの質問もちょっと似てますけれども、あのフォーカスはあの顧問ではなく市民議会のことですね。 あですから、市民議会の意思決定についてお聞きしたいと思います。あのメンバーがいつも同じ意見であるとは限りませんね。あ宗教や歴史など異なるバックグラウンドを持つ人々を前提とした意思決定の方法は何でしょうかまた同意が得られない場合、あのどうやって判断すべきでしょうか多数決、またはより平等な方法はありますかはい。これも非常に重要な問題で、でまあ、市民議会 とといいいいいいううのが、まあ、唯一一絶対一番いい方法だというわけではもちろんないと思いますねでただ市民議会がやろうとしていることの中には非常に重要な問題提起が含まれていると思っていてまさにその今の特に日本の議会なんか見ると一番分かりやすいですけれどあの基本的にはもう日本の議会って男性の、まあ、しかもおじさんばかり。 でさらに言うとその多くが世襲って言って、まあ、お父さんやおじいちゃんも議会だった議員だった人がずっと3代目とかになってるわけですけど、ね、そういう人たちが、えー、意思決定をしているでだけれど日本には当然半分は女性ですし、えー、若い人とか、えー、そんな貧しい人とかもたくさんいるけれどそうした人たちを代表してくれる。 えー、人たちもほとんどいないし、えー、ましてや自分たちが当事者となって意見を表明する場所は与えられていないとでそう考えると市民議会っていうのは、えー、むしろ宗教や歴史とか、えーまあ、ジェンダーとか経済的なこうお金とかそういうバックグラウンドが異なる人たちが集まれるそうした場を提供することが ままず重要だと思いますでその際には当然いろんな意見が出るだろうしあの一つになかなかまとまらないこともあるでだけれどあのまあそこからでもまとまることも結構あるですね逆にまあそのやっぱり気候変動問題なんかだといや実はもっと大胆なことをやった方がいいんじゃないかとか、えー、いろんなこう規制をしっかりかけていった方がいいんじゃないか っていうような,なんか議会ではその国のオフィシャルな議会ではまとまらないようなことがむしろ市民議会の方だとあっという間にまとまるっていうこともあるわけですね。それはなぜかというと、えー、政治家たちの方がいろんな献金をもらってお金がもらってたり企業からのこうロビーイングとかいろんなことがあったりして決められないようなことがたくさんあるんだけれど実は普通に考えれば。 地球のことをしっかり守ろうみたいなことで、じゃあそのためにはもっと車の数減らしましょうとか、24時間営業やめましょうとか、そういうことが割と普通にあのまとまってしまう。で、これはあのフランスの、えー、市民議会の結構提案とかを見ていると、まさに本当にフランスなんて日本よりもたくさん移民もいるしいろんな全然違うバックグラウンドの人たちがいるわけですけれど、よくもこんなに。あの 案がまとまったなというふうに私自身も驚いて、まあ、それをこう本の中でも少し紹介して日本でもあのぜひ一回そういう試みっていうのをあの実験的には北海道でこの間半年前ぐらいにやったんですけれどあのもっちゃんとオフィシャルなシステムとしてフランスみたいにやったらいいんじゃないかなっていうふうに感じています。 ありがとうございました。ありがとうございました。では次の質問、ゆ移ります。テレキナさん、お願いします。ありがとうございます。また、顧問のテーマに戻りたいと思いますけど、多くの顧問の例がヨーロッパやイスラエルに偏っていますが、アジアやアフリカからも顧問が成功している例はありますかまた、日本の例はありますか はいこれは私が確かにその読める文献がえまあ基本的に英語とかドイツ語でまあちょっとフランス語みたいなものに偏っているのでえ本当だったら多分一番注目しなきゃいけないのは最近だと南米あの <laughs> ちょっと人が来てる街ラテンアメリカあのだと思うんですけれども残念ながら私のこうラテンアメリカの知識というのは非常に限られていて。 まあこれは本当に恥ずべき状態なんですけれどもあの、まあ、逆に言うとさっきのその顧問が日本だとなかなかうまくいかないとかそういう話もあの、まあ、いかないっていうかそのなかなかこうイメージできないっていう状況があるわけですけれどあのラテンアメリカとかアジアの他の地域とかアフリカを見ればむしろそうした共同管理とか あのコモンズみたいなものっていうのは、まあ、文化人類学とかの研究なんかを読んでもですねむしろそっちとか長,長期間にわたってずっとずっと当たり前だったわけですよね、えー、むしろ今の日本みたいに何でも値札がついてそれを開催すれば自分のものみたいな社会のあり方の方が異常なんではないかと。で なんでちょっとまあ今ア,メアマーアジアとかアフリカのいい具体例っていうのがとはいえちょっとこれがいいっていうのはないんですけれど逆にちょっと日本の事例を時間も限られてるんであので最近私がよく触れる例としてあるのがあの岐阜県のですね糸城っていうあの小さな村があるんです。で、まあ、そこは結構その過疎って言って人々がこうどんどん都会に行ってしまって人口が減っているという問題が まあどこもそうですけどあってでその時にじゃあ町おこしとかどうやってやろうかって話になった時にまあやっぱり普通の町って結構その東京からコンサルタントを呼んでとかそういうことで結局お金があの東京に巻き上げられていくっていうふうになるんですけれどその糸代の人たちはまあ東京から来た一人の人をですねあのその人の発案もあって。 町民がお金を出し合って、でまあ、県からも少しお金をもらって、あ借りてですね、あのみんなで、小水力の,あの発電所を作ったんですね。えー、で、まあ、お米なんかを作ってるので、そういう水路がいっぱいあるわけですけど、それを使って、小水力発電をしたと。でそうすると、まあ、みんなでお金を出して作るので、まあ、ある種の顧問になるわけですけれど。 え今までだとまあ電気代っていうことで毎年町全体で見れば何千万円ぐらいかのお金が中部電力に持ってかれちゃうわけですねお米を売って稼いだお金がまた電気代として町に行ってしまうと大都市にそうすると町はいくらお米を作って売ったって豊かにならないわけですけれどその小水力発電を作ったことで電気代の部分のお金が町に 残るとでその残ったお金をそのままさらに町おこしのためにも使うことができる雇用も生まれるし利益でお米を使った新しいお菓子を開発したりとかで町には安定したクリーンな再生可能エネルギーとしての小水力が、えー、町全体をこう明るく照らすということで。 なんかそういうですねこう、日本においても自分たちで電力を作る、取り戻す、これ、僕はあの新自由主義の下で推し進められた民営化、プライベタイゼーションに、えー、対抗してです、ね、市民営化って呼んでるんですね、市民が営むから市民営化、民営化ではなく市民営化って呼んでるんですけど、まあ、それが例えば今、そういう形であの出てきているし、 まあ環境に取り組むことと地方再生とみたいな、あと住民参加ですかね、そういう事例が結構日本にはいろいろあって、そういうのを僕自身、さっきの話じゃないんですけど、あのいろんな現場に行って、これからもっと見つけたり、学んだりしたいなというふうに思っています。ありりがとうございまます勉強になりました ありがとうございました。では、このカテゴリーで最後の質問に移ります。ヤムザクスキーさん、お願いします。はい、改めて、ヤムザクスキーです。あの、顧問の管理をグローバルで、えー、展開する具体的の方法については、少しお,お聞きしたいんですが、あの、本書で引用されて、あの、顧問の管理の事例、とても小さいな、 共同体からのものでしたもちろん小さいな共同体から始めてあの、えー、国単位国際単位,単位へとだんだん大きくしていくのは本当に重要だと思います私の研究でも前の研究でもあの住民さん型市民管間についてすごくそういう感じしましたんですがだけどあの世界の変化を起こすのためにそういう グローバルで展開しあの、分配していくのは、やはりあの国際機関のようなあのトップダウンアプローチが必要ではないでしょうか。斉藤先生、ご意見はいかがでしょうか。はい、これもあの非常に重要とか、今、痛いところをね、疲れているというか、あのそうなんですよ。 私はあの本の冒頭で SDGs は大衆のアヘンであるというふうに言ってですねそんなこうちっちゃいことをやってたって間に合わないんだと気候変動というのはこの10年が分岐点だというふうに言ってるわけですよねで他方でその具体例というかまあその最後に出てくる取り組みというのは まあ自治体、まあ、バルセロナとかでそこそこの規模ですけれど、まあ、今の糸城の話なんていうのは非常に小さな町の規模であって、それでそんな顧問をゆっくり作ってて間に合うのかと言えばですね、間に合いません、えー、間に合わないんですけれど、あのとはいえ、やっぱりこういう住民参加型の、あのもちろんあの、 同意していただけやっぱり住民参加型の仕組みを作っていったり、まあ、その過程でやっぱり人々がもっとそういう問題に関心を持ったりしていくような、えー、プロセスっていうのは絶対必要なんですよね。で実はこの本はあのだからまあその一つボトムアップっていうのは一つのやっぱり法物を あのモデルとしてビジョンとして提示はしたけれど、やっぱり不十分だとは思います。どうしても気候変動という大きな問題に立ち向かおうとすれば、まあ、国際機関のね、そういうパリ協定みたいな話とか、国連みたいな規模のアプローチも必要だし、それ以上に、まあ、それ以上にというか、まあ、それと同じぐらい国、日本という国が、 えー、しっかりとこの問題に対処することは不可欠だと思いますね。でそれ例えば具体的には、えー、石炭火力発電所をできるだけ早く、まあ、というか即時ですね、停止するというような決断を国としてすること、えー、あるいは、まあ、ガソリン車の販売を2030年代の早い段階ではもう停止する、禁止するというようなことを。 決めることまあそういうこうまあプラスチックであるとかいろんなことに対して言いますけれどやはり大きなこう国の力っていうのは当然あるわけで、まあ、これはもっと言えばプライベートジェットを禁止するとかその国内線の本数をもうかなり減らす9割ぐらい8割9割減らすとかですね、えー、もっとお金持ちが二酸化炭素を多く出しているので。 徹底した課税をする、まあ、所得税に対しては課税をする、でまあ、もちろんカーボンプライシングはするけれど、金融資産に対しても課税をするとか、これはあのボトムアップではできないものなので、トップダウン的にやっていく必要があるんではないか、これなしには当然あの解決しないですねで。こうした大胆な政策っていうのが、あのうん マルチンさんはさっきあのポーランド出身っておっしゃったんで、なんかやっぱり社会主義的な古いイメージを喚起させ、あの思い起こさせて、ちょっと私はそういうのはあんまり好きじゃありませんというか、まあ、むしろやっぱりそういうことはある種の社会主義的なものとしてやっていくべきだっておっしゃるのか、まあ、そこにちょっと興味ありますけれどあの、そういうのとどっちもやっていく必要があると思うんですね、ボトムアップとトップダウン。ただこのトップダウンっていうのは、 自動的には絶対やらないので、どうしても回り道には見えるけれども、私たちがボトムアップ的に声を上げていくということを、まあ、やらざるを得ないんじゃないか、ね、ということはまあ感じていますね。そうですねやはりトップダウンとあのボトムアップのアプローチをなんか両方やって、そういうミックスアプローチの方がやっぱり効率的ではないんですよね。ありがとうございます ありがとうございました。ではここでまた共有画面を一度やめます。たくさんの具体例があってとても有意義なディスカッションだったと思うんですけれどもあのそれを象徴するようにこう視聴者の方からたくさん質問が届きました。その中で一つか二つピックアップしたいなと思うのですがまず一つ目が中学生の方から質問がありました。 桜井さんですありがとうございます、えーっと。市民に主体性を持たせるためにはジャーナリズムのあり方が大きな役割を持つと考えています。斎藤先生の目指す社会体制のあり方にジャーナリズムはどのように働くことができると思いますかという質問です。あ,あそうですね。あのののそそうさっきのその 科学的なデータをどうやって集めますかみたいな話ですけれどまあ海外の新聞って結構そういうデータとかを記事で説明してくれたりするのでまあ私みたいな、えー、専門外の人間には非常に役立つんですけれどそうすると読んでる新聞がガーディアンとかばっかりになってしまうっていう状況があるわけですやっぱり日本の新聞は、まあ、ジャーナリズムメディア、まあ、テレビもそうですけれど どうしてもこの気候変動問題一つをとっても扱うスペースがすごい少ないですし、えー、こうした状況ではやっぱ多くの人たちはほとんどこの問題にまあ関心を持たないというまあ状況がありますよね。でただテレビなんかに関して言うとまあこれ政治もそうなんですけれど。 政治じゃあ日本の政治家がなんで気候変動問題についてあまり語らなくてドイツでは、えー、気候変動問題が大きな選挙のテーマになっているかといえばやっぱりそれがみんなが票にする投票先を決める重要なものにドイツではなっているけれど日本ではなってないからなわけですよねでテレビでもそういう問題を使ってもみんなあんま見ないと <laughs> ど,、えー、どうしてもテレビが。 なんか誰が不倫したみたいなそういう話ばっかりになってしまうわけですけれどもなんでそこはまあこうね循環的っていうかテレビが扱わないから人々の関心もなくて関心がないからテレビも扱わないみたいな悪循環になってしまっているところがあるんですけれどまあやっぱりジャーナリズムがまあ少なくともやっぱりもっともっとあの気候変動の問題を発信していって。 欲ししいいと思いますし私自身もあの研究者なんで、まあ、これもまた3つ目の話に関わりますけど、まあ、研究者として、まあ、研究していくだけであれば、そのテレビとかに出て、ですねそのなんかまだサイトがアホみたいなことを言ってるとかです、ね、で Twitter で書かれなくていい道もあるわけですけれども、やっぱりそうやってこう発信していく人がいないと。 なかなか社会も変わっていかないし、まあ、私が出ることでそういう,こう資本主義であるとか気候変動の問題っていうのが少しでもこうテーマになるのであればこう、ね、変えていけることに少しでも貢献ができるのかなというふうに思っているんですけれど、まあ、なのでちょっとま,あまとまりはないですが、まあ、そういうジャーナリズムが重要ですし、まあ、やっぱり変えていかなきゃいけないところの一つではあるとは 思いますけど私たち自身もやっぱりいろんなところで発信をね今はできますので、えー、そういうやり方でも関心を持つ人を一人でも増やしていけばメディアももっと取り上げるようになるかなというふうに思いますありがとうございますあの斉藤先生ずっと質問で答えていただいて多分お疲れになっていると思うのであの沼田さんからいただいた質問をパネリストの方々にもお聞きしてみたいと思います 沼田さんからの質問で共同体を日本で作る時に日本の文化では抑圧的性質があってせっかくあった共同体が崩壊してしまったという事例が何回もあったと思うのですけれどもこの抑圧的性質の少ない心地よい共同体を作り上げることは可能だと思われますかここににいいるパネリストの中の中、えっと、少なくとも4人は日本社会を専門に研究していますが どううでしょうか斉藤先生ももしその抑圧的性質の少ない心地よい共同体を作り上げることに対してのヒントがあればぜひ教えていただきたいです。 他の方の質問にもあったのですけれども、やっぱりこう精神的なところによる崩壊があるのではないか、例えばこう権力を持った人に力が集まってしまうことによって、せっかくの共同体が崩れてしまうのではないかという懸念を書かれたた。方もいいらっしゃいましゃま日本の社会で共同体を作っていくときの課題かもしれません。 今すぐにお返事がなくても大丈夫なので、また次の共同ディスカッションのときにもし答えがあったら、また話してみたら、えー、見てればいい,ないいかなというふうに思います。他にもし、斉藤先生からパネリストにご質問がないのであれば、最後の質問のカテゴリーに進もうと思います。でしょうか。 共有します最後の質問のカテゴリーはこれからの大学研究者の役割についてです。こちらでは3つ、全部で3つ質問をさせていただきます。それでは早速質問に入ります。細川さん、お願いします。 はい、ありがとうございます,、えーそうですね。この先生の本は日本で大変多くの方にあの読まれて大変大きな反響があったと思います。えー、そしてあの先生は海外でもドイツなどで研究されたり海外で研究経験があの豊富だと思いますしあの英語などでも論文を書かれているかと思います。ここのの本本に書いてある内容だったりとか、この本のあので 先生が提言していることについて海外でどんな反響があったのかということにすごく興味を持ちましたというのもやはりあの今もあの沼田さんの質問にもあったようにやはりその国々によっていろいろとあの文化的にもつながりについての考え方も違いますしまたドイツなんかはすごくあの環境問題についてもあの興味がすごく高いなというふうにあの感じたりするのであの反応もまた少し違うのかなと。 もし何かあ,のご経験がありましたたたらお話しいいだきたいと思いましたあと、また2つ目の,あの部分については先ほど先生も少しお話しいただいたのであのちょっと重複することがあるかもしれないんですけれどもやっぱり研究者としてあのこの顧問とか研究とかそういうことに対して研究を行うあの研究者の役割とかどのようなことをすることであのこの あの目標とするあの社会に近づくことができるのかというところで、ちょっとお話しいただければと思います。よろししくお願いします、はい、あのこの脱成長コミュニズムというテーマですね、まあ、まあそのマルクス派っていうのは、どうしても海外でもやっぱりこう生産力をどんどんプロダクティブを、プロダクティビティをどんどんこう上げていくみたいな。 そういう考えとしてあの捉えられているので、脱成長派と仲があの悪いんですねで今私がやろうとしているのは、この脱成長派と、日本では逆に脱成長派ってほとんどいないんですけど、やっぱ海外で今、この脱成長をめぐる議論が結構活性化していて、まあ、そうした人たちに、でもマルクスの資本主義批判っていうのも結構使えますよっていうことを。 まあ、マルクス派が言うことで,で,で、まあ、脱成長っていうのはしかもすごい大事だっていうことを私から発信することで、新しい対話を始めたいなと思っていて、今、英語の本を書いているんですけれど、この英語の本が今、日本で私がちょっと今忙しくて、あのちょっと伸び伸びになっていてですね、まだあのこの脱成長コミュニズムっていうマルクスの新解釈は、 あのその本音が出るまで海外ではまだちょっと秘密にしていてあんまり言ってないんですね。でなのであのちょっとまだ海外の反響っていうのはそれほどないというかまだちょっと秘密にしてる段階でただまあ今度韓国語とか中国語韓国語は今月出るんですけどあのいくつか他の言語に今人申請の司法論も翻訳されているのであの徐々にという感じではあるんですけれど。 あのまあ、興味深いのはやっぱりその海外では割と今あの若者がマルクス主義みたいなものに関心を持つようになっているんですね。でまあみんなじゃないですけどよくそのロンドンで毎年ヒストリカル・マテリアリズムっていうカンファレンスがあって。 でそこでこういろんな研究者たちが世界中から集まるんですけど、まあ、そこに行くと本当に若い人たちがたくさん来ていてびっくりするというか、まあ、日本のこうそういうマルクス系の学会に行くとやっぱりどうしても団塊世代みたいな人たちが非常に多いんですけれど、まあ、若くて、まあ、ジェンダーも多様で、えー、国籍も多様な人たちが、まあ、これほどたくさんいて。 でしかも彼らはやっぱりその私がえこうやっているマルクスの新解釈みたいなものに非常にこう強い関心を持ってくれるしなんていうのかなこういろんな論争っていうのも今やったりしているのでそういう意味ではまあ私自身はこう今は日本で結構いろいろあの取り上げていただいたりもする機会が増えていますけれど 海外であのマルクスの研究があるっていうことが割と支えだったっていうか、まあ、日本ではもうこの間ずっとマルクス主義ってずっと衰退していたし、まあ、もう終わったものみたいな扱い死んだ犬みたいな状態だったのであのその時にはやっぱり自分自身が海外でいろいろ議論ができたっていうのは大きかったですね。で逆にに言うと、まあ、そうとそしした知見を元にして あの今の日本の人々にもこういう見方ができるんだっていうことを積極的に伝えたいので「えー、新章」っていう媒体で今回の本を書かせていただいたんですけれど、まあ、やっぱり今なかなかアカデミアの中ではそういうその査読付きの論文みたいなものしか、えー、評価しないから、まあ、一般向けの、えー、新章とかをあまり業績としては重視しないみたいな。 傾向が特にまあ経済学とかだと強くなってしまっているっていうのは、まあ、やっぱり僕自身は問題含みの傾向だなっていうふうに思っています。やっぱりこの一般的な人たちに研究成果を還元する必要もあるのと同時に、まあ、特にこういう話っていうのは皆さんに関係がむしろある話なので、えー、まあ本 もうそうですけど、まあ、私は授業なんかでも割とこういう問題を積極的に扱うようにしていますし、まあ、自分の研究テーマもそのなんだ論文を書くための問題設定っていうことではなくてやっぱりまず現実に気候変動とか格差っていう問題があってそれをマルクスだったらどういうふうに考えただろうかっていうふうに 問いを立てることで、えー、現実問題と自分の、まあ、専門であるマルクス研究っていうのが、必ず接点を持つようにすることは。絶えず心がけるようにしています。なんかちょっと偉そうですけど。あれですけど、そんな感じです。ありがとうございます。また、本が海外で出版された際にはそ、その反応についてもお伺いしたいと思いました。はい。 あありりががととううごござざいいいまままししたそれでは寺田さんお願いしますす、えっと、先ほどの質問でちょっと途切れてしまったところで私自身のなんかあの今考えているところとすごく似てたなと思ったのがやっぱりあの分断が進んでしまうとやっぱそれの反対としてキーワードとして絆とかつながりっていうのがすごくあの言われていると思うんですけど逆にそれもプレッシャーになる時がと あるなというふうに最近特に思っていてであの、この質問にもちょっと関連するなと思ったんですけど、やっぱりあの志を共有して連帯することと、まあ、他人に干渉しすぎる監視社会っていうのは絶対にあの区別されるべきものだなというふうに思うんですが、でここでそのいろんなその人類の歴史の中では、さまざまな主義だったり、イズムという呼ばれるものがあ,のあったと思います。で例えば2010年以降だったら、11年以降だったら反原発だったり、それに、 また少しアンチテーゼの入った脱原発だったりとか、まあ、フェミニズムだったり、いろいろなイズムとか主義というのがあります。で、私もその自分の研究の中で、中東のまあ情勢とかを見ていると、やはりあの民主主義のもとになんか侵略が正当化されてしまったなど、まあ、そういった事件も目の当たりにして、まあ、その、まあ、そういったことが人類社会ではつきものだなとは思うんですけど、その中であえて、その、 えっと、コミュニズムという言葉を、まあ、お使いになってはいましたけれども、そのラベルをつける意義だったりとか、それはあの戦略的な、まあ、理由とか、もしかしたらあるのかなとも考えましたので、ぜひお聞かせください。はい、まあ。私は内部にマルクス主義者だっていうふうによく言っちゃったりするので、まあ、<laughs> 自分でラベル貼ってるんですけど、あのー、 私はやっぱりそういうマルクス主義、コミュニスト、共産主義であるということは、あの確かにその、いや、私はそんな共産主義者じゃないんで、一緒にしないでくださいとか、そういうつなう、まあ、がりことを妨げてしまう側面もあると思うんですね。えー、ただ他方で まあ可視化することもあって、やっぱりその資本主義ではだめなんだっていうことを、やっぱりはっきりさせた方がいいというのはありますね。あのまあ、それは私自身の,その主張にあの同意する人っていうのは、社会で見れば少数だっていうのを前提とした上で、えー、ただやっぱり私が問題視しているのは、資本主義社会なんだ、資本主義システムなんだっていうことが、 ある種非常に分かりやすく伝わるんじゃないかって、それをやらないと逆に、まあ、多くの人たちが、特に今の社会では、えー、資本主義を前提として物事を考えてしまういがち、えー、つまりまあそういう何々主義やめましょうねって言って語った結果、結局、今の枠組み自体が、えー、暗黙のうちに再生産されてしまうというリスクが。 ある気がしていてい私としてはそのみんなが暗黙の前提としているものをこそがまさに問題であるっていうそういうエレファント・イン・ザ・ルームを誰もなざさない時にいやそこですよみたいな、えー、継承をやっぱりするという意味でもそのコミュニズムとかっていう言葉はまああまり手放したくないなというふうに思っています。 がまあ、実際においてそういう運動が広がっていった時にいや絶対お前はコミュニズムって言葉を使ってないんだからダメだとかいうつもりは、えー、特にないです。でさっきの,その沼田さんの共同体の話をあのなんか誰もコメントしないのもあれなんでちょっと戻るとあの共同体を別に賛美しているわけではなくて私自身もその共同体特に日本の共同体において まあ例えば、なんか偉そうなおっさんが支配してるみたいな、そういう過不調的な構造があるし、生きづらいっていうのを問題視しているので、そんな共同体に戻ろうみたいなえ話をしたいわけじゃないんですね。ただ、その、まあ、でもそれがしんどいからといって、ある種のつながりを全部バラバラにしていった先にあるのも、やっぱりそれはそれでしんどい社会だっていうのが現状だと思っていて。 やっぱり別の形である種の共同性を再構築する必要があると思うんですけれどその際にはあのもちろんいろいろコミットする際には面倒なことも生じるわけですけれど例えばさっきのその小水力のあれで言えば別にそれでお金を出資したのでその管理にもっと積極的に関わりたい人はいろいろ口を出したりもできるわけですけれど。 まあ別に他の人に任せてっていいっていう人はそこに参加しなくてもよくてでただ何か問題があった時にはちゃんとみんなで民主的な形で投票するなりなんなりっていう制度ができていればえ私はまあそうしたこう地域コミュニティの下で電力を管理するとかえそういう試みっていうのは悪いことじゃない。 かつての共同体っていうのは、そういうのを明文化されてない、なんとなくこう地域の伝統とかこう権力者みたいな人が決めていったせいで生きづらいものになったけれど、ちゃんと制度を作ることが重要なわけですけど、まあ、そういうことができれば、えー、今言ったみたいな形のみんなで管理するっていうモデルは十分機能しうるんじゃないかなというふうに思っています。 それがまあマルクスが言ったアソシエーションというイメージなんですね。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは最後の質問は私からさせていただきます。先ほどの何々主義者という話にとても関わるところで、私はフェミニズム主義者としてフェミニズムの勉強をしているのですが、 このマルクス主義者として社会運動をしようと行われている斉藤先生に質問があります。こうやってこう学術研究と社会を変える運動をつなぐ時っていうのは、研究者はどのような立ち位置にいることが望ましいと思われますか一番最初のマルチンさんの質問に関わるのですが、大学がある特定の価値や価値観を認めて、その方向にこう社会を導いていくというのはいいことなのでしょうか もしいいことだとしても、その際、注意すること、注意する点などはあるでしょうかあ。はい、ありがとうございます。えっと、そうですね、やっぱ学術研究っていうものが、まあ、昨今の大学では特に、やっぱり社会をこう変えるような運動とは切り離されていっているというあの印象を、やっぱり強く受けています。それは例えば やっぱり環境問題を一つとっても日本でかつてはですねやっぱり公害問題が非常に大きな問題だった時にやっぱり日本全国でいろいろこう公害裁判とか、まあ、そういういろんな運動をやるわけですけれどもその時にはやっぱりその中にですねこういろんな環境とかに興味があったりとかする学者の人たちが入っていってこう弁護士と 学者とまあそう人たちが一市民たちが一体となって結構戦うみたいなことがあったわけですよね。でまあ僕はそれで一番あの今もご存命であの身近な人って宮本健一先生っていう、まあ、それこそ大阪市立大学で小学部で教えられていて、まあ、環境経済学の第一人者パイオニアの宮本先生なんかはまさにそういう形でいろいろな。 えー、公害問題に積極的例えで、今でももちろんその原発訴訟とかを考えればそういうことにあの取り組まれてる先生もいらっしゃいますけれどやっぱり社会全体としてみるとまあこれは公害問題だけじゃなくて労働問題とかもそうですけどそういう問題にこうコミットしていく先生っていうのが非常に少なくなって、まあ、むしろこうテクニカルな、えー 分析に終始したりだとか、えー、まあ制度をこう変えれば問題全部解決するんだというような、まあ、こう制度の問題だけとして、えー、運動とはこう切り離して考えるようなアプローチというのが、まあ、やっぱり増えてきていると思うんですね。<laughs> というのも、いくら運動に関わったとしても、それ裁判とかやっても論文は書けないので、なかなかやっぱそういうことに関心がある人たちが。 ポストを得にくくなっているっていう状況もあるんですけれどまあそういう意味で言うと私は幸い、えー、あのそういうポストを得ることができたのでまあ僕としてはやっぱりそうしたかつての、まあ、日本の今となっても段階上ぐらいの世代の人たちがやってきたことが全部いいわけじゃもちろんないんですけれどまあそうしたいい伝統っていうのが今ちょっと失われつつあるので。 まあ意識的にこう研究と運動をつなぐような研究者でいたい。これが別にその目指すべきものだというふうに必ずしも言わないですけど、えー、私はやっぱりそういう研究者っていうのが、まあ、もうちょっと増えてもいいんじゃないかなという気はしていますし、まあ、もし今日、この、えー、いい番,組番組っていうのは、このだ 公開、えー、イベントをですね見てくださっている中に、まあ、学生とか陰性の方がいればなんかそういうことをこう意識してほしいななんていうふうに思います。まあ、でマルクス主義っていうのはもともとそういう学問だったのであのやっぱりマルクス主義が衰退していることとそのある種のこう経済学の学術化アカデミア化みたいなものっていうのは、えー、パラレルな現象なわけですけれど。 でただまあ後半の質問に関してはそこでまあマルクス主義っていうのがあまりにも例えば政治的になったり、えー、こう協情主義的になってしまったりそういう,こう失敗の歴史っていうのもあるわけですよね。であるいはそこでこう、まあ、日教祖的なものが入ってきてでもうありとあらゆるこうそれの反動として何かこう政治的なものへの参加っていうのが 大学じゃなくてもまあ高校とか小学校とかにおいてもぱああいった場面で排除されるようなこう反動を生んでしまったっていう歴史もあるんですけれどとはいえそういうのを全部排除したところでですねじゃあ完全にニュートラルな教育なるものが存在するかといえば私はやっぱり存在しないし仮に存在したとしてもそれはその社会の現実のあり方とは あまりにももかけ離れたものだと思うんですね今日の話もあったら、いろんなバックグラウンドを持っていろんな意見をいる人たちが合わさったものが社会なので、特定の価値観を強制したり押し付けたりすることはもちろん望ましいことではないけれども、やはりもう少し、まあ、私は大学に限らずですね、教育機関というものが、まあ、こういろんな意見とか立場っていうものを もっと積極的に議論したりすることっていうのはまあもちろん度合いはありますけどいいことなんじゃないかなというむしろ必要なことなんじゃないかなってそれが足りないんじゃないかなというふうには思っていますありがとうございます確かに教育を顧問というふうに考えるとそうやって社会に還元していくのはなんというかこう仕事の一部というふうに も考えられるかもしれないです。ありがとうございます。それではもう一度ここで共有画面を終わります。皆さん、一つの場に戻ってきました。この大学と教育者についての役割についてここで最後の共同ディスカッションをしたいと思うのですけれども、ここでまた一つえっと視聴者の方が からの関連したた質問を読まませていただきます私たちはあの斉藤先生も含めてみんな教育者という役割もあるのですけれども東京カレッジでも、えっと、駒場キャンパスで今2050年の人類社会地球というテーマについて教えていますでそれでその教育者としての立場からの質問を長谷川さんにいただきました えっと、長谷川さんは、えー、中学生、高校生、大学生のメンターをされているのですけれども、この斉藤さんのこの創造的な、創造的で斬新な視点、どうやったらその視点と、その莫大な数の研究をすることができたのか、そこにはどんな個人の努力、または環境的要因があったのか。 っていうのを、このこれからの学生の環境設定や、またあの私たち自身の学びにも活用させていただきたいので教えてくださいとのことでした。それは多分ここにいるパネリスト全員が思っていることだと思います。よく読書会で、どうやったらこんなこんなに書けるんだろうねってことをみんなで言っていました。ぜひ、もし何かヒントがあれば教えていただければ嬉しいです。そそうですねいや別ににんなにあの 私は何か特殊なわけではなくて、ここにいる他の研究者の方も同じぐらいあの研究を両もされているし、その一個一個の研究においては、あのその専門分野において、ものすごくオリジナルで重要な視点をまあ提供しているんだと思いますね。で、私はただ、いくつかのまあ部門、いくつかのポイントを取り出して、 まあ一般向けに書いたっていうだけですね。もちろん、マルクスの,その晩年の話とかは私のオリジナルですけれど、まあ、逆に言うと、えー何だろう、本で言うと1章とか2章の話とか、まあ、3章とかもそうですけれど、そこは別に必ずしも全部自分で考えたっていうような内容ではもちろんないわけです。だから逆に言うと まあ私たち今当然全部を専門にすることは不可能な時代になっているけれどあの日本はですね新書なんかもたくさんありますしたくさん入門書も出ているし多くの本が翻訳されて日本語で読めるっていうメリットもあるのであの非常にそういう,こういろんな視点を割り比較的効率的に、まあ、もちろん他の言語ができたらより効率的にアクセスできますけれど日本語しか できない、まあ、高校生とかでもいろんな視点を、えー、しかもそのいい,い,いポジションにいるような先生たちが新章をまだ書いているのでそういう視点を取り入れられるじゃないかそういう恵まれた環境っていうのは実はすでにあるというふうに思っていますでそこにやっぱり自分の専門っていうものが加わると、まあ、あとは料理ちょっと料理次第で、まあ、そのあたりは まあ私はどっちかというといつもお前はでもアジテーションがしすぎてるって怒られるぐらいなんであまり私の文章のスタイルは真似しない方がいいと思いますけどあのそういうこうあのやり方っていうのは別に十分皆さんもその若い人たちもできるし全然そんな,なんかそれを目指して頑張っていただきたい。 思います私が、まあ、だから個人の話を少しすればやっぱアメリカの大学に行った時にあのやっぱりアメリカの大学ってすごい勉強もさせられるのでその時にいろいろなものをこう読んだ経験が大きかったですし、まあ、東京大学の駒場もそうですけどいわゆるアリ,スのリベラルアーツってうんです、ね、このリベラルアーツ教育を受けたっていうのがやっぱり自分の分野だけじゃなくていろんな分野を勉強するっていう。 態度には非常に大きな影響を持ったなというふうに今振り返っても思いますありがとうございましたパネリストの皆さんどうでしょうかこの大学と研究者だけでなくても大丈夫なのでもし佐藤先生の話を聞いてはい太田さんお願いしますあの一言なんですがその この本を読ませていただいてもすごく感じたのが、その時間の問題なんですね。というのも、気候変動などの問題というのは、直ちに止めないと、もう人類が生 <laughs> 存できなくなるっていうような焦りもありながら、ただし一方で学問というのは、すごく時間のかかるものでもありますし、その時間を体出すればいい AI とかにじゃあ翻訳させればそれでいいかというと、そうではなくて、時間をかける醍醐味というのも多分あると思うんですね。なんかその… 2つの時間軸というのを両立させるために何か大学のあり方というか制度的にどういったものがふさわしいのかなっていうふうにもしお考えがあればちょっと気になりましたはいあのやっぱりそうですね今学問はゆっ,ゆっくりしているっていう話は本当にそうで私なんかそれこそ200年前とかのものを読んでるわけですけどあのむしろ大学の研究者何千万年前のものとか読んでる人たちもいるぐらいで <laughs> で一見するとそれって何の役に立つのみたいな話がよく特に人文学だと出るわけですけど何の役に立つのっていうのは非常に短期的な視点の話であって、えー、実はやっぱり今大学はこう社会の要請を受けてこう加速しすぎているまあ例えば2年後に出る3年後に出るような成果のものを 研究しないと可件費とかそういうグラントがもらえないとかっていう風になったりだとかまあ人気付きのポジションがどんどん増えているとその人気の間に出せるものを研究しないと次のコストが得られないとかっていう風になっていくとどん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 こうやっぱり身近に書ける論文のテーマとかそういうものになっていっちゃうわけですよねでそれって多分それじゃあノーベル賞もどんどん出なくなるだろうしあの まあ、デイビッド・グレーバーとかもよく言ってますけどマルクスとか、えー、フーコーみたいな人間が現代にいたとしたらアメリカの大学で絶対手には取れなかったよねって確かにそうなんですよね。でもそういうあのやっぱ違うシステムがあった、まあ、マルクスは就職できませんでしたけど、まあ、フーコーみたいな人が、えー、こうフランスであれば就職できるので、まあ、そういう歴史的な 成果を残せるみたいなそういう,こうあれし大学の懐の広さみたいなものっていうのは実は結構やっぱイノベーションとかブレイクスルーとかまあ逆に本当に人類が全然違う価値観の転換をしなきゃいけない時に求められているような大きな一歩っていうのは逆にスローダウンすることで生まれるんじゃないかななんていうふうに私も思ってます。 ありがとうございます。細川さん、どうぞ。あミュートになったミュートが。 ごめんなさい、い失礼いたしました。ししま先ほどの,あの長谷川さんの質問ともちょっと関わることがあ,のあるかもしれないんですがあの先生の本を読んでいてあの読書会でも話していたことの中にあのすごく専門家でないあの私にとっても分かりやすかったですしかつすごく あの読んでいてあの、まあ、楽しいというかエンターテイニングであるという一面もあったというふうにあのみんなで言っていましたそれでやはりあの私たち研究者として論文を書くときはなかなかその専門家でない人にアクセスがしやすいような文脈で書くということが難しかったりすることもあるかと思いますそういう面で斉藤先生はすごくあの一般の人にも分かりやすくかつ面白くかつあのセンセーショナルな部分,なな部分もあったりとかそういうことにすごくあの 才能を終わりだなとあの実感したんですけれども、あの専門の論文などを書くときと、あの今回の新書を書くときで、特に気をつけて、どのような言葉遣いを使うとか、どのような方言を使うとか、何か気をつけていたことはあったんでしょうか？あ、ありがとうございます。これはむしろ、あの多分今、今あのそのこのカレッジにいらっしゃる外国の先生方にすごい同意していただけると思うんですけれど。 私もあの大学アメリカに行って、習氏と博士はドイツにいたので、自分の,その論文っていうのを、まあ、英語とかドイツ語でずっと書かなきゃいけなかった、まあ、レポートとかもそうですけど、ずっとこう外国語で書かなきゃいけなかったんですね。で、そうすると、難しいこと書けないんですよ、自分の,あの言葉って、日本語じゃないので、英語とか使うと。 そうすると何か自然と内容がまあ単純に単純な文章でも書けることだけどそれでまあかつこうまあ一応オリジナリティもあることを言わなきゃいけないっていうそういうトレーニングをなんかずっと無意識のうちに10年以上をやってたんだなって。 っていうのを、まあ、日本に帰ってきだからそれはまあ,ある種メリットになっていて自分の書く文章が日本語で書いたとしてもやっぱりこう一旦ドイツ語とか英語で書けるぐらいシンプルなものにしておけば日本語で書いたとしても比較的、えー、もちろん専門的な内容を含んでいるので新書みたいに読みやすいとは言わないですけど 私の場合は学術論文も比較的読みやすいかなというふうに思っています。で、まあ、この新書は割とそのまと、あ、編集者の人もいろいろ意見をくれて、まあ、やっぱり編集者との出会いっていうのも、そういう意味では非常に大きかったなと思います。大変参考になります。ありがとうございます。 ありがとうございます。他の方はいかがでしょうかもしなければ、えっと、視聴者の皆様からの質問を残りの時間で駆け足になりますが少しピックアップさせていただきたいと思います、えっと、先生の最後の章で3.5%の人が変われば世界は変わるというふうにおっしゃっていました でそこでこの三原さんのご質問なんですけれども、やっぱりこう、現在の社会問題を解決するには必要な自由の、自由の制限は必要なんですが、やっぱりそれにこう抵抗感を示す人が多いと思います。で、それをそういう自由の抑制とか、抑制というもの自体をすぐに受けられない人に対して、どういうアプローチが有効だと思われますかどうやったら3.5%になるでしょうか。お願いします。はい えまあやっっちゃううてことでしょうねもうそういう制限はもうやっちゃうしかないじゃないかっていうここをやっぱり躊躇すると絶対解決できないと思いますねた例えばまあこれじゃあ具体的にどういうことかっていうと、まあ、プライベートジェット禁止しますって言うじゃないですかでそれは別に私たち全く関係ないのでいいんじゃないって思うと思うんですけれど あのそれはビル・ゲイツとかは猛反対しますよね。だけどそれでビル・ゲイツの一人の意見を聞いていたら絶対この問題解決できないと思いますね。なので自由の制限っていうのはやはりどこかでその知的所有の論理と対立するようなところにまで踏み込まないといけないんじゃないのかっていうのが。 えー、実はマルクスを使う理由なんですねこれはやっぱりリベラルはそこまで踏み込めないと思います。で私的所有っていうのは不可侵、私的プライベートプロパティは絶対にその国とか社会がタッチしてはいけない、それは個人のものだっていう風な考えが今まさに地球を破壊してるじゃないかってことですよね。であるとすれば将来の世代とか他の動物のこととかいろいろ考えたら、 何でもかんでも制限するっていうのはもちろん当然あの正当化されないし私はそういうことをしろって言ってるわけじゃないですけれど一定のものに関してはえそうした制限が認められるんじゃないかこれは別に何ら過激なことじゃないですね例えば私たちは薬物を禁止したりとかもしていますしタバコなんかもかつてはテレビとかでも宣伝してましたけど今はそういうのできなくなってますし 別にタバコ吸うか吸わないかなんて個人の自由だったのが、それは社会のそれなりのコンセンサスのもとで制限かけてるわけです。ではなぜ同じようにプライベートジェットであるとか、スポーツカーであるとか、まあ、場合によっては肉食ですね、特に工業的畜産とかに対して規制をかけていくことは、十分に正当化できるし、それ最初嫌がる人は当然いるんですけれど、 可能性としては、やってみたら、後から人々は、あやってよかったねっていうふうに言う可能性がある。タバコなんかもそうですよね。やめたら最初、タバコの値上げなんてすんじゃねえって言うわけですけど、それを理由に渋々やめた人も、1年後には、あ,あ、なんで俺、吸ってたんだろうっていうふうに言ってたりするわけで、まあ、同じように、いろいろな、今、私たちは広告とかによってある種の、 アディクティッドな状態になって中毒的な状態になってるんですけど、それから抜ければ、えー、あ思ったよりいい社会にな,るなったじゃないかというふうに言うので、まあ、最初はこういうある種のテンションというか、まあ、コンフリクトがあるわけですけれど、そこを乗り越えれば、もっと、えー、ピースフルな社会が待っているんじゃないかというふうに思っています。ありがとうございます。 次は山田さんと谷さんの質問を一緒にままとめててささせていただきます山田さんの質問は、えー、と岸田首相が新しい資本主義ということをキーワードにしてあのおっしゃっていますがこうやって少しはこうポリティカルリーダーたちの意識も変わってきたんではないかでそこで谷さんのご質問なのですが脱成長ではなくて成長の再定義ではだめなのか。 例えば豊かさを GDP に反映させるなどの最定義ではだめなのか、そのこちらの意見についてはいかがでしょうか。はい。まあ、あの、その、まあ、なぜ成長にね、まあ、そこまでこだわるのかなという気はしますね。成長を最定義してまで、なぜその成長っていう言葉を使いたがるのかっていうのは興味がありますね。別に 成長しなくてもいいんじゃないのっていうのが私のスタンスなんですけれどでもそれは別に衰退してていいいこうっていうっ話じゃないんですよあのもちろん再生可能エネルギーとか電気自動車とかのいいものは成長しますよその大きくならなきゃいけないし逆に悪いものは衰退しなきゃいけないっていうことで全部を小さくしていくって話ではなくて社会にとって重要なものを もっと大きくしよう、いらないものは小さくしようっていう話で、まあ、なんてかなだからまあ、成長全部っていうわけじゃなくて、まあ、経済成長を、えー、なくそうというような、まあそういうなくそうというか、まあ、経済成長を重視するような社会から、それ以外のもの、まあこれ、ハーマン・デイリーっていう、もちろん有名な経済学者は、えー、グロースからディバロップメント、発展。 要するに量的な増大から質的なまあ発展に切り替えていくべきだというふうに言ってるわけですけれども、だから成長を再定義するんであれば、発展っていう言葉を私と一緒に谷さんも使っていただければいいかなというふうに、どうでしょうか。ありがとうございます。 最後の質問にななるかなと思います河本さんからの質問なのですけれども国際関係がこの顧問への動きの障害にならないか,かそうなんですよ。これもよくある質問で日本だけ脱成長してきて中国攻めてきたらどうするんだみたいなそういう話は必ずあるんですね。 でなので、まあ、ある種、同時的にやっていかなきゃいけないし、あのやっぱり脱成長っていうのを一国でやるっていうのは結構厳しいものだと思います。ただ、まあ、希望があるとすれば、やっぱり気候変動っていうのが世界的な問題であって、まあ、別に中国が今成長してるからといって、脱成長、あの気候変動。 の影響を免れられらるかとといいうとそんなことなこむしろ洪水に見舞われたりいろんな問題が起きているし逆に中国の人たちは今すごい経済成長遂げる中で、まあ、いろんな問題に直面していて今なんか、ね、寝そべり族みたいな出てきてるらしいですけれどやっぱりそういう,もう働きたくないし、まあ、これ以上別に競争社会で生きていきたくないんだみたいな。 より戻しも起きたりしているわけですけれど、まあ、ヨーロッパでもそれこそグレタ・トゥーンベリーじゃないですけれど、まあ、若い世代を中心に経済成長だけじゃなくてやっぱシステムチェンジ、ノット・クライメット・チェンジだっていう,のはこうシステムチェンジを求める運動がまあ出てきているし、だからまあ彼女たちが別にコミュニズムって言葉を使ってるわけではないけれど、実質的な内容がディグロースを求める、脱成長を求める。 内容になっているのは、えー、否定しようがないわけで、まあ、そうした世代が、まあ、今後20年30年経てば、えー、メインストリームというか、まあ、リーダーになっていくような時代はもうすぐやってくるわけですよね。グレタは20年経てばもう40ぐらいで普通にすごい影響力を持っててもおかしくないわけですけどしかもこれから下の世代はますます気候変動がひどくなる。 時代代を育つ成長していく世代ですよねそうした世代が資本主義万歳というふうになるとは私は到底考えられないです。今の60歳ぐらいの人たちが「いや資本主義っていうのはすげえんだよソ連にも勝ったしこんな成長したんだよ」っていうのは分かるんですけどこれから生まれてくる子たちが同じような価値観を持つとは私には到底思えなくてそうすると実は 思っているよりも、えー、早く私が言っているような社会への転換のチャンスは出てくるんではないか。それが、まあ、もちろん今日話してきたような気候変動というタイムリミットがあるな問題を前にして間に合うかどうかは私たちの頑張り次第だしちょっと別の問題ですけれど少なくともこうしたアイディア自体が受け入れられるような新しい価値観の土壌は 十分これから20年30年のスパンで見ればあるんじゃないかそれに向けてもう少し今私たちが種をまきませんかそういう話ですねありがとうございます本日の本当にたくさんいただいた質問もたくさんの大学生や中学生高校生の方から頂い,いて先生がまいた種がこう花になって育っているの 感じています。感じますねや。やっぱり、なんか、そういう。なんか、お、お、おじさんたちと話すと、いやいや、君さ、資本主義っつうのはみたいな話なんですけど。やっぱ若者たちは、もっと、前を、向いているな、というの、を感じました。本当に、本日は、ありがとうございました。できたら、もっと、もっと、こう議論をしていきたいのですけれども。時間が、迫ってきましたので、この辺で。 田先生にままままたたたバトンタッチをししいいいとと思いますす <laughs> おじさん代表であありりけれども大変今日はありがとうござ何度、あのー、か乱入したいと思ったことあったんですけど今日は控えさせていただいて別にそのおじさん代表としてじゃなくて真面目に議論に参加したいと思ったんですけれどもちょっと残念ながらあの今日はもう、えー、やめておこうと思ったということですであのー、話伺ってて、まあ、一つ感想になりますけれども今日は東京カレージの研究者たちが随分い 礼儀正しいおととななしいなと思いましいいい思またねいつもあの内部的な研究会でやってる時はもう何 <laughs> ていうか意見がこう行き交ったりあのとてもこんな礼儀正しい雰囲気ではないんですけれども今日は少しやっぱりこの公開だってこともあって、えー、遠慮してるところがあったのかなと思いました。 ほとんど一方的にこう質問するばっかりであってですね、斉藤先生、これ本当に大変だったと思いますもありがとうございました。あの斉藤先生の方からこのもっと投げかけていただいて、第2ランドをこれやるのはいいんじゃないかなというふうにあの思いましたですね。で、その時に私も入れていただくかなんかして、少しはあのおじさん代表かなんか分かりませんけど、少し前の時代の研究者として、あるいは大学の上に関わっている人間として、いろいろ話すことができるかもしれないなという,うに思ったところですね。 でまあ、あとそれからやっぱりこれあのもちろんこの本が日本語で書かれて全部もあって、えー、当然ですけれども日本の中での話になっているのでこれ日本でさっきもおっしゃったように今後日本だけでやってたら全然もうどうにもならないのグローバルな話ですからいかにこの運動をその世界規模でやるかっていうことはもっと真面目に考えないといけないんじゃないかなというふうに思いましたですね。<laughs> というようなことでありまして。 えっと、これで終わるわけではありません。ぜひ2回目、3回目続けていきたいと思いますので、またシャットさん、どうぞよろしくお願いします。それから斉藤先生、これに懲りずにぜひまたあのいらっしゃっていただいて一緒に議論できればと思います。ありがとうございました。で、あの2点ちょっと、東京カレリからのお願いというか、ご報告があります。1点はのご寄付のお願いになりまして、えー、東京大学の基金の方に。 東京カレッジのこういうような海外からの研究者をたくさんお招きしたりそれからこういうさまざまなイベントをやっていくための基金を作りましたのでぜひここにいろんな方々からご寄付いただけると大変ありがたいと思いますもしいただけましたらそれは今やっているような活動をどんどん進めていくために使わせていただきますし何よりも特別に企画する講演会ですとかここにいるようなカレッジの メンバーと皆様方親しく懇談するような会なんかを今後作っていけたらというふうに思っていますのでぜひよろしくお願いしたいと思いますあの本当に小学からでも結構ですのでぜひあの、えー、支えていただければ顧問として支えていただければありがたいなと考えていますからもう一つはあのこのウェビナー終了後にそのアンケートの画面が出ますのでぜひ今日の、えー、この イベントにつきましての皆様方の感想、ご意見いただければと思います。まあ、ここにさっきの,あの質問、本当にたくさんいただいたもの、一部しかあの、えー、紹介できていませんけれども、他にまた質問なんかありましたら、もちろん書いていただいても結構ですし、あのまたこの参加者で共有して、次のイベントのために使わせていただきたいと思っています。じゃあ改めまして、本日はどうも本当にありがとうございました。またあの次の東京カレンジのイベントでお目にかかれればと思います。どうもありがとうございました、皆さん。 ありがとうございましたありがとうございました <music>